えーとですね、高い次元の空間を何とかしてこう把握というか、あの会話見たいというあのことであの、実験してみましたという、まあ。基本二次元ですよね、見れるのはね、我々そうなんですだから高い次元をいかにして二次元, <laughs> 次元投影してくるかとかね。というわけで、じゃあいきます。タイトルは、えー、高次元ワールドへようこそというタイトルをつけました。えー とでかくします、えー、っとその高次元空間っていうのは私はすごいスカスカだっていう感覚を持ってるんですけども、これがなかなか伝わらないので、あの伝わりづらいというか、ね、なのでその感じっていうのがどうしたら見えるようにできるかなといろいろ考えて、あのなんかこう距離の分布みたいなものにしたら分かるんじゃないかなということを考えました。というあの、まあ、計算で実験してみましたみたいな話ですで。ちなみに表紙ですけどね高い い次元のものを絵に描くっていうのはちょっと無理なんで、いくらなんでも無茶だなということで考えた、あの連想したのは竜宮城で、えっと、プレパレス・オブ・ザ・ドラゴン・キングってこれなんか竜宮城を訳したらこうなるっぽいんですけど、それって絵にも描けない美しさと言われてるので、その絵にも描けない美しさと言われてる竜宮城の 絵を描いてくださいっていう無茶ぶりしたら、こんな絵を描いてきました。なんか右下にこうなんかロゴマークみたいなのありますけど、これの H&A なんとかみたいに、アク話アみたいに読めちゃいますけどね。はい。えっと、こんなんです。それで、えっと、背景としてちょっと意識しているのは画像の多様体仮説です。で、えっと、これは松田先生から前お話があったの。 であのそれをもう一回なぞるだけで、ちょっと図を描いてる暇がなかったんですけど、あの多様体仮説って簡単に言うとこういうことです。例えば100画素 ×100 画素、1万画素の画,画像があったとして、でその各画素が RGB の値からなってるとすると、それで RGB はそれぞれ、まあ、大抵の場合は0から255までの1バイトの。あの 整数でで表現すするんですけどこれ、えっと、128度あって1を引けばマイナス1から1までの,あの小数になるんで、それをまあ実数だと思えば、あの実数値が RGB と並んでると、それが、えっと、1万画素あるんで、全部で実数,個が実数が3万個並んでるベクトルだと見なすことができるわけですね。だからえっと その100画素 ×100 画素のカラー画像が1個あったら、それは3万次元の高い次元の空間にポツっと点を打ったのと同じことだとか。 行き来できででるわけですねであのこの3万次元のベクトル空間のことをピクセル空間とあの呼び名をしていますで、えーっとあの。ピクセル空間全体って言ったらもうあのノイズとか一末模様とか線とか真っ白とか真っ黒とかそういうあ,のあらゆる全ての画像を含んでいる空間なんですね。非常にでかいんです。だけどその一点一点は何かというとあのランダムに点を生成すればほとんどノイズのようなあの砂嵐みたいな画像しかできないので。 このでかい3万次元の空間のほとんどすべてを占めているのは、ただのゴマ塩みたいな砂嵐のようなノイズばっかりと、その中に猫の画像とかセレブの画像とかあるんですけど、それは割合からするともうほとんどゼロじゃないかっついうぐらい非常に少ないわけですね。じゃあ、意味のある画像からなるこのピクセル空間の中の部分集合、この辺は意味があるぞっていう、その意味のある画像だけ拾い集めたこの空間っていうのはど、どんな風になってるんでしょうっていうのがまあ疑問としてあるわけですね。 でそれはおそらく、えっと、小さいだけじゃなくて次元が低くて3万次元もなくて100次元程度かどうか分からないですけど非常に相対的に。 次元の低いあの紙薄い紙っぺらみたいなすごい薄っぺらな空間でしかもそれもウニョーンと曲がってるそんなようなもんだろうというイメージが一般的に持たれてますであのそ,そう思いましょうというのがきっとなってるでしょうというのが多様体仮説ですで、えっと、私もこれは大いに賛成であのそうなってるだろうなと思ってますただ三万次元のでかい空間の中に薄 だって100次元だっていい加減高いあの次元の高い空間ですからねこれ何がどうなってるってこうすごくイメージしづらいんですよねだからそれが間接的にでも何か分かる方法ないかなというのが一つの動機ですでえっとまあこんなことできたらいいなというのはその高い次元の空間のスカ,スカ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 感というのを間接的にでもいいから何かかいま見られないかなと であの疑問としてはこういうのがあって、えっと、今は、まあ、2次元空間平面上によくわからない確率分布 PX というのがあったとして。で PX から独立にランダムにサンプルして100個から1000個ぐらいこうパパパッと点を追ってきてサンプ図を書けば大体分布はこうなってるなって外形はなんとなくこう見えてくるわけですね。じゃあ次元を上げて D 次元空間とさっきの3万次元とかでかい空間でこう分布が見えてくるためには何個点を取ってきたら分布の外形が見えてくるんだろうみたいな。あの 疑問があるわけですすとかなりスカスカな空間なんで、N がものすごくたくさんないとあの分布の外形ってあぶり出てこないんじゃないかと。で、それが次元に応じて ND みたいな数式があるんだろうかと、そんなことを疑問に思ってます。で、えっと、まず高次元空間って結構厄介だよと。あの単にこうベクトルの,この要素の個数が増えていくだけ。 でもそれでも直感的にはちょっと考えられないようなことが起きると言われててだからあの結構なんというかあの用心がいるということを言われてます。で例えば <laughs> 一辺の長さが1、1、1、縦横、高さ1みたいな立方体ですね。でこれが D 次元の超立方体みたいになったとしても一辺それぞれは、えっと、1だとして、えっと、体積は1なんですけど。その ある隅っこから一番遠い対角線の隅っこまでは、距離はルート D なんですね。1の事情足す1の事情足す1の事情っていうのは D 個あって、それで全部足して D になって、それのルートがこの斜めの線なんで、ルート D なんですね。そうすると、次元 D を上げていくと、無限大に発散しちゃうんですね。立方体の一辺の長さ1だとしても、対角のところはあのどん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 でかくなっていっちゃうということがあります。 まあ言われると当たり前なんですけどね。で、次は、えっと、一辺の長さが 2R である超立方体の体積というのは2、2 r る2 r る2 r × d 次元あるんだから 2R の D 乗ですね。じゃあ、これに内接する球っていうのは半径 R の球ですね。で、これ、あの壁で触って触って接触してす、すべての壁にあの点で接触してるような内接する球というの、長球を考えると、その体積というのはこういうふうに知られてます。で、ちょっとややこしいんですけど、ガンマというのはなんか、 数実数にあの保管したようなあの、一般化したような関数なんですけど、えっと、こうなってて、これ,あのこれ分のこれとあの、超立方体の体積割ることの、その中でその内接球の占める体積という割合を見てやると、えっと、結局、D でかくすると0になっちゃうと、Q の体積がその立方体の体積に対して限りなく小さくなってしまうと。 いいうこことととですすす。ね。これ割と直感に反すると思いますそれからモーザーのパラドックスと言われているパラドックスがあって、これも絵を描いとけよかったんですけど、例えば正方形がありますと、一辺四の正方形がありますと、これ、単んの単の字、半分に半分に分けると、一辺二の正方形がこうあの横に2つ、縦に2つ並んで、4つの正方形になりますね。そそしたら、れ、えっと、れぞれの 他の字の四角の中に内接する円を描くんですよ。そうすると直径が2だから半径1の円が4つこう描けるわけですね。そしたらこの4つの 円円のの中に内接すする円っていうのは書けますよねでそれの半径いくらでしょうって言ったらこれ簡単で、中心が11という点に、大きい方の円の、ね、中心が11という点になるんだから、0から11までの距離がルート2ですね。でそのうち半径1はもうこの円が使ってるんだから、残った分がこっちの円で使えるので、えっと、ルート2-1というのがこの中の円の,あの半径ですね。だから外の円は1、中の円はルート2-1だから0.414ぐらいの長さの半径の円が書けると。 こうなんですけどこれ、次元高くしていくとどうなるかというと、その半径っていうのは内、中に内接させた小さい。 長球の半径とかルートで引く1なんですね。そうすると、やっぱり D を上げていくと、どん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 で,でかくなっていけちゃうんですね。そうすると、D がちょうど4になったとき、ルート4で2で引く1だから1になるので、外に最初に書いた円と同じ半径、同じ大きさの円が、この隙間の中に入っちゃうんですね。で、さらに9次元までいくと、えっと、ルート9で3で引く1で2だから、これで半径が2になるということは直径が4なんですね。 ということは、も、えっともとの書いた立方体にちょうど内接するものが入っちゃうんですね。で、日よりもっとでかくなると、もともとの立方体からはみ出して、どん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 いくらでもでかくなると。だから内設する。 ののの中にににささらに内設させたのにそいつの方がでかくなるとこんな変なことが起きてこれパラドックスでも何でもなくて単に直下に反するというだけでおかしくも何ともないんだけど我々にとって想像しづらいですよねということが起きるということをここまで聞いちゃうと結構次元の高い空間って怖いなっていうことがなんとなく想像がついてくるんだと思いますさてそれでテストしてみようって話なんですが <laughs> N 次元空間に D 次元空間に N 個の点をランダムにプロットし,します。まず。で、D としては2、3、4、5、6とかいろんな次元考えて、N も30、100, 100、300、1000みたいに増やしていくと。で、ランダムって言ってもどんなランダムかというと、一番素直なのはの、のは一辺の長さが2のマイナス1から1までの D 以上っていうこの立方体の内部に一様に点をポン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 プロットしていくと。それから、えっと、 それに内接する球の内部に一様にポコポコって点を打つとか、かこれは実際あるのでちょっと厳しいんですね、えっと。この立方体の中に点を打って、で半径1以内に収まったら、収まってるやつを採用して、外に出たやつを捨てちゃえばできるんじゃないかと思うかもしれませんけど、先ほどみたいに D が高くなっていくると、この球の体積の割合がどん,どん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 小さくなっちゃうんで、当たる確率がどんどんゼロに収束,収束しちゃうんで、やってもやってもみんな外に出ちゃった、当たらないとなるので、ちょっとこれ、厳しいです。 えっと、G D 次元単位超級の表面だけに一様に、えー、あの点を発生させると、これ意外とできちゃって、これは正規分布を発生させておいて、そいつを長さで割ることによって、球面に貼り付かせれば、球面上に一様に分布できるので、えっと N とこの2つは大体似たようなものですで、えっと。それで N 個の点を発生させておいて、次に何をやるかというと、相、えっと、異なる2点。 というのは、N 個から2個取ってくる組み合わせの数ですから、C の N2 ですね。だから、2分の n かける n 1のえっと組み合わせの個数があります。正方行列の上三角行列みたいな部分ですね。これ全部について、距離かあるいはルージュ度の指標値を算出します。 というのは、例えばユークリード距離とか、ルイジルだったらコサインルイジルとかで、角度 C だったと逆にまた距離になるんですけど、シータ、角度が開いてるほど離れてるという指標ですね。で、その値のヒストグラムを取って表示すると、なんとなくスカスカ感が現れるんじゃないかなというテストです。えー、っと。 まず条件1、今の中で、えっとえー、立方体のイ部にランダムに点を取って、それのユークリッド距離をあの取ってあのヒストグラムを取るというのをやってみました。 えっとその一の結果、まず2次元で30個ランダムに点を打つとこうなります。点の分布を見ていきます、ね。でえー、っと100個だとこうなると。300個だとこう。1000個だとこうと。こんな感じですね。単に点が増えていくだけです。それから3次元だと,、えー、っと立方体の中に30個点を打って、まあ、あの平面図に投影するとこんな。で100個だとこう。 まあ3次元に打ってるので、すかすかにはなってくるんですけど、2次元に投影しちゃうと、その奥行きが全部潰れるので、先ほどねと大差なく見えるんですけど、これ、奥行きが前後してるので、ちょっとすかすかになっていってはいるんですよね。で、1000個取って、こんな感じと。<laughs> だって、それで、4次元以上かけないので、サンプル図かけないですけど、えっと、結果、 <laughs> えっと、2次元に対して、えー、n を増やしていったらどうなるかと。でこれ、ユークリッド距離ですね。だから、ユークリッド距離大体1ぐらいが多いってことは。えっと こう正方形で一辺一の正方形だから、斜めのところルート2なんですね。で、まあ、2, 2点2点と取った時のまの平均が大体1ぐらいになってっていうことで、それでえっと個数を30個、100個、300個、1000個とこう増やしていくと、えっとだんだんこう点多くなっていって密になっていくから、平均の距離が近くなっていくんじゃないかなっていうことを私はちょっと思い違いしてたんですが、そんなことはなくて、いっぱい取るってことは遠いやつもやっぱり増えていくので、分布 の形は変わんないんですねだから、ある決まった分布にだんだん近づいていくだけで、この分布の形そのものは変化していかないです。えー、っと、それは D が3のときも同じで、あの n を増やしていってもある分布に近づいていくだけで形は変わらないです。なので以下はもう n を変えることはせずに n 線固定度の場合だけやっていきます。そうすると今見た d が2の場合はこれでちょっとあの偏ってますね。ところが3になるとこんなふうになり、えっと と 4, 4次元だとこうな,なり、5次元だとこうなりと,、えー、ということで、えーっと、中心の位置がだん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 右にずれてきますな。だって5次元だったら、この対角のルート5なので、あの0からルート5まであの,の値を取りうるので、だんだん取りうる値がどんどん大きくなってくるので、広くなってくるので、あの平均値右の方にずれてきます。それで これ見ると分散は割となんか0.5分散じゃないな、標準偏差は0.5ぐらいでそんなに広がっても縮んでもいかない感じですね。だからなんか右にずれていく感じですね。持って上げて6次元、10次元、30次元、100次元やると、この分散は変わらない感じで、で、なんかずるずるずる,ずる右がずれていっちゃいます。で、あの100次元までいくと、 こんんななんですけどこれ面白いのは、えっと、平均は8ぐらいの長さなんですけど近くの点ってもうないんですよね。だって元の箱の入れ物の箱の一辺が1なのに距離1っていう点がもうほとんど出てこなくてあの短くても6点何がしっていう距離しかないと。だからここに1000個 あの100次元のところに1000個ばらまいても、もう大体距離は6以上、6何がし以上になってしまうということですね。で、しかもこれ、N をどんなに増やしても増やしても、この分布自体は変わらないということは、なんかこんなところに距離1なんてものが出てくる可能性はあっても、それ、 あの非常に低いわけですねでしかもなんかこれ見た感じ正規分布に近づいてくるので,でこの縦棒っていうのはあの平均と分散を同じくするような、えー、正規分布を当てはめるとこうなるっていうんで結構正規分布で合ってますねでここが平均で1シグマ2シグマ3シグママイナス3シグマプラマイ1シグマ2シグマ3シグマまで取ってありますけどそうすると1までいくともう10シグマとかなんかすごい数になりますよねそうすると、えっと、E のマイナス X 事乗上,上なんでスッと すごい小さい数ものすごい低確率になるので、N をドカーンと増やしても、まだまだこんなところには当たらないぞとなるので、あのこう2点ランダムにとって距離が1になる確率なんてものすごく低いということがわかります。これはスカスカ感が出たんじゃないかなと思います。さらに増やして300次元取る、1000次元の中に1000点取るなんてやると、えっと、もう,うすごい長い距離ばっかりしか出てこなくて、ご近所に来るなんて確率は非常に少なくなります。 で、えー、っと、ということで N を増やしても形状感ない、えー。で、だんだん正規分布に近づいていくということは、この正規分布の,この確,確率とか、マイナス無限からここまで積分した値っていうのはもう出るので、あのじゃあ、距離1になる、1以下になる確率はどのぐらいかっていうと計算できちゃうんですけど、それはもうものすごく小さい数だと。N を増やしたところだと。 ところで絶望的に小さいぞとで。で、これでなんかスカスカな感じがなんとなく見えたんじゃないかなという気がします。であと2つぐらい条件変えてやります。<laughs> 2つの,の条件は先ほどの,とあの中で違うやつやってみたんですけど、えっと、D 次元の単位超級の表面に一様に N 個の点をポツ,ポツ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 打ちます。それで、あの、えっと、類似度ド の指標値として、コサイン類似度とります。えっと、ベクトルベクトルがあったら、内積をとって、それをそれぞれの長さで割ったものが、えっと、何あの、コサイン類似度であって、それは、要するにこのナス角のコサインシータの値になります。そういうのを指標値としてとって、えっと、遠く離れてると、えっと、距離は遠いんだけど、コサインの値は、 小さくなるんですねで向きが揃ってると近いときにコサインの値が1になるん、えっと、遠いとき直行してると0になって、向きが揃ってると1になるので、えっと、似てる方が値が高いと。で距離は似てる方が値が低いんだから、代償関係がひっ,くり返す、ね、ひっくり返ってます。で、えっと、点を打った結果、えっと、2次元に、えっと、この単位球というか円の表面上に。 取るとこれそうすると、あのシータに関してはあらゆるシータが均等に出てくるはずですね。だけど、コサンシータだからその1のほうへあの多く出てくる感じですよね。30個、100個、300個、1000個と取るとこんなふうになります。だから、2次元は9面なんだけど、30個だとなんかまだ9面って感じしないですけど、100個。 300個ってあると、なんとなく9っぽいですね。で、1000個と。これ、9面に均等に配置してるんですけど、まあ、端っこの方っていうのは、角度がこう急峻だから、その中にいっぱい点が入るから、あの周りの方だけ、2次元に投影すれば、周りの方だけこう密度が濃くなったように見えると。なんとなく見た感じも、あ9だなっていう感じがすると思います。で、4次元は、えっと、あ,あまあ、 主成分分析して3つにやったんですけどこれ結局、4事件だって3事件に投影しちゃうと、さっきと同じことであの見かけわ変わらないんですけどただ、奥行き方向というのは、今度は奥行きなんだけど、お互いに直行する奥行きっていうのを、2本事件があるので、先ほどはあの周辺がこう濃く密になったんですけど、それがなくなって、なんか大体見かけ均等になっちゃうんですよね。 それで、5次元までいくと今度、周辺の方が薄くなってきて真ん中の方が濃くなってきます。 で6次元まで行くと、今度、マイナス1から1まで値を取り得るはずなんだけども、そっちのほう取るやつが全然出てこなくて、あのまあ、6本ベクトルがあるんだから、1本1本は短くたって、あの長さ1にできちゃ,きちゃうので、あの1個だけ長さ1で、あとは0、0、0みたいなのが確率的に減ってきちゃうんですね。で、こういうふうに10次元と次元を上げるに従って、投影したときには周りがだんだんなくなっていくということですね。30次元でもうマイナスからまでもかかまし 0.3になたと100次元で0.3なり300次元1000次元までいくともうマイナス0.1からプラス0.1の中に大体収まっちゃってあの1の方を取るなんてことはほとんどないということですねえっとそれでえっとそれの結果ですねえっとさっき言ったように2次元の場合は円の,と円,の円周上に点を均等に配置するのでシーターがあ,のあらゆるシーターが 均等に出てくるはずなので、コサインシータを取ると、あのコサインのところがこう上、平らになってるんで、いっぱい出てきちゃうということで、両端が上がってます。で、これちょっと面白いところ、3次元というのは、球面上に、球の表面上に点々点々点点点打ったときに、えっと、コサインシータは、 なんとなくまっ平らになってると。ちょっとこれ感覚的につかまないんですけどね、平そうなんだと思いました。で、今度、さらに高い次元の9面上にポン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 打って、コサインシータの統計取ると、今度真ん中に寄ってきて、さっきは真ん中へこんでたんで、今度真ん中膨らんできます。で、5次元と、と次元増やしていくと、今度裾野がだんだんこう、あの、な,なってきて、えっと、10次元、30次元、えー、100次元、 まで行くと、えっとこのコサインシータの値がやっぱり1になるとかいうことがめったに起きなくなって、あの要するに開いた角度しか出てこないと。だから向きが揃ったものが出てくる確率というのが非常に少なくなっちゃうんですね。 1000、えっと、次元に1000個点を打つと、もうコサインシータがマイナス0.1からプラス0.1しか取らないということは、ほぼ90度近い開きばっかり出てきて、この2つのベクトルがこう近接したということが出る確率が非常に少ないですね。だってこれあの本当は1まで生き得る プラスマイナス1までコサインシータなんだかいけるんだけど、そこまでいくには何シグマいかなきゃなんないんだって話になって、10シグマぐらいいったらもうほとんど確率ゼロになっちゃうので、その確率ほぼゼロなことが起きるように N を増やせって言ったら、本当に何十桁って増やさなきゃいけないんじゃないかなってなるわけですよね。なのでえっと本当に い近くの点ということは、次元高くしていくと起きづらくなってくるということですね。これが、えっと、今のテスト2の結果でした。でテスト条件3は何やるかというと,、えっと、この分布のさせ方は同じなんですけれども、えっと、角度シータそのもので見てみようと思いました。そうすると、えっと、分布は先ほどとこれ変えてないので、あの同じなんであの、散布図は省略しますけど、えっと、グラフを見ると、まず、えっと、2次元で。 えっと、円の、えー、円周上にポツポツとあの点をばらまけばあの角度そのものがあらゆる角度が均等に出てくるので今度角度そのものこっちが平らになります。で、えっと、3次元だから球面上に点を移って角度どうなるって時は、えっと、ここが角度 ど,どうそのものなんで、<laughs> ディグリーで表示してると90度が中心、90度が一番出やすくなる、直行が一番出やすくなって、であの角度がこう迫ってくるのがもう出づらくなってきて、えっと、180度まで行くはずなんだけど、まあ、これはいってるのかな。で、それがだんだんこうあの端っこまで行かなくなってくるわけですね。 でえー、6次元、10次元でもう150度ぐらいまでしか行ってません。で、30次元、120度ぐらいまで。で、100次元だと110度ぐらいしかいかない。で、えー、っと、300次元まで行くと100度ぐらいまでしかいかない。90度から 100, 100度ってもうほと,ほとんど90度プラスマイナス10度ぐらいしかないですよね。 でこれ、えっと、1000次元までいくと85度,度から95度までのほぼ直行のプラスマイナス5度ぐらいしか出てこない、1000個点を取ってるのにそれぐらいしか出てこないということですね。で、N を増やしたところでそんなに向きが揃うなんてあの確率は絶望的に少ないということになると。と、まあ、こんなですね、ちょっとあの直下に反するんじゃないかなという結果が出てて、これでなんとなく。 えと高い次元のスカ,スカ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 感というのがうかがい知れるんじゃないかなというのが言いたかったことです。で、えっと、これで何が分かったってわけじゃないんですけどね。じゃあ、えっと、分布があの推定できますかねとか、そういうことに関してはできるともできないとも言ってないんですけど、まあ、高い次元の空間を扱うときには、こんなことも起きるよということを意識して、 あの想像力を働かせて考えた方がいいんじゃないかなということを提案したかったというだけです。なので、えっと、直感的には把握しづらい特殊な事情をはら,はらんでるということが多少はあぶり出せた気がするとあのいっぱい手をばらまいたけど90度の角度ばっかり起きててたまたま近くなるなんてことはめったに起きないそれだけ広い空間なんだと。だから あまりにもスカスカでご近所がだんだんいなくなってくるぞっていう、そういうことが見えてきたということですね。で、えっと、次にやってみたいのは、今、分布全体を見ちゃったんで、N を増やしても分布全体の形は全然変わらなかったんですけど、今度、ある点から一番近い点までの距離の分布とか。 なんてことをやると、今度はあの N を増やせば密集してくるので、また違うあのグラフが書けるかなと思います。これ次にやってみようと思います。それから、手書きの数値の実際のデータですね、MNIST とかセルリの顔画像1メガって100万枚ですね、顔画像100万枚からなるデータとかあるんですけど、これはあの空間に均等に打ったわけじゃないですね。 でそれも均等かどうかもわからない、たまたま拾ってきたサンプルなんです、データ点なんですね。そうすると、あのでっかいピクセル空間の中で広がりがどれだけあるかもわからないし、だから小さいかもしれないし、次元、厚みがどれぐらいあるかもわからないし、しかもその中で均等にサンプルしたかどうかもわからないって、う,うデータそのものなんですね。で、こっからやっぱり同じように、今やったように、あの な2つの組み合わせ、全部の異なる2点の組み合わせに対してあの、距離なり類似度のヒストグラムっていうのは取ってみることができるんですね。で、それはやっぱり正規分っぽくなってるのかなと思います。で、そうした時にあに、先ほど次元を上げていったときに、こう平均がだん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 寄っていくと,とかあったので、えっと とんとかある指標を考えると、その広がりによらず多様体の厚みの次元みたいなものがあぶり出せるようななんかそういう指標って考えられないかなというのが今考えてるところです。思ってるところです。う<え>どうかな。しんどいですか？まあ要は広いっていうことでしょ。多次元。そうですね。はい、そうそうそう。それをまあ分かっ ってる感じだって2次元正方形と三次元の立方体とじゃあ立方体の方が広いというイメージそう、はい、そ,りゃそうなんですけど単、単にこう軸が一つ増えた広さというよりも、なんかもっとすごく直感以上に広いっていうこと。1次元と2次元ってすごい広くなるじゃないですか。うん あまあそうですけどね次元であればさ。さらに広くなるじゃないですか。はいはいはい。110次元だったらもうむちゃくちゃ広いんかなと。そういうことはまあ改めて感じましたけどね。うん、いや、だけどさっきの4つの球の中に内接したやつが、なんか内接したやつがでかくなっちゃうなって、割と想像つかないじゃないですか。ああ、すみません。ちょっとその辺はちゃんと聞いてなかった。<laughs> あとで編集するときにもう一回聞いてください。じゃあそういうことで。はい。